カブトヌマ駅は、北海道手塩郡とヨトミ町アザ城、サロ別619にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は、W76。電報略号は釜。1977年のカブトヌマ駅と、周囲約500メートル範囲。左が、っ稚内方面。国鉄型配線の二面三線と、駅舎横なよろ側に。 貨物積み下ろし場と引き込み線がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、付近にある沼、カブト沼によるもので、沼の形がカブトのクワ型に似ていることに由来する。なお、カブト沼は、明治期の地図には、ペライサルト、と書かれ、アイヌ語では、釣りをする、吉原の沼の井である。 ペライサトと呼ばれたと考えられている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。一番線の北側に駅舎を有し、互いのホームは日川方の構内踏切で連絡している。その他1993年3月時点では一番線の日川方から分岐し、駅舎西側のホーム切りかき記部分の貨物ホームへの貨物属性を一線有していた。また、 1983年4月時点では、対向側ホーム外側への副本線を一線、その輪っかない方から分岐した行き止まりの側線を一線、有していた。この副本線と側線は1993年3月までには、撤去された。この時点では2番線は、下り線用ではなく、対比線も兼ねた、上下共用であった。豊富町管理の無人駅。 友人駅時代の駅舎は改築され、外壁がサイリング張りになった小さな駅舎が建築されている。駅舎内にトイレを有する。1日の平均乗降人員は以下の通りである。カブト沼のあぜに位置し、ホームからはカブト沼が一望できる。利尻富士も望める。ありがとうございます。